今何かいた気がしたけど、気のせいか。アンジールコピこりゃどうも。守ってくれたのかな。そうみたいだな。劣化か。かわいそう。アンジールもどこかにいるのか。なんだか悲しい。お前何しに来たんだよ。ねえ、花売りワゴン作ろうよ。うん、でもさ。大丈夫。分かってんだろうな。そこでじっとしてろよ。あとは俺が何とかする。ねえ、花売りワゴン作ろうよ。ほら、ザックス、こっちこっち。ああ、なあエアリス、ワゴンができたら上の町でも売るんだろ。うん、まだちょっと怖いから。まずはスラムをお花でいっぱいに。何言ってんだよ。上に行くときは俺が一緒だ。心配すんなって。ザックス、ありがとう。よし、そうと決まればさっさとワゴン作っちまおう。俺、材料集めてくれよ。エアリスはここで待ってろ。おとなしくしてるよ。ああ、他にもいたのか。んじゃ、さっさとかかってこいよ。Activating combat mode. 決まった。Conflict resolved. こいつらは？新型の自走式兵器だ。モンスターを感知して攻撃する対ジェネシスコピー兵器として、
兵器開発部門がミッドガルに配備したものだ。ミッドガル内のコピーたちはこの新型がほぼ排除した。すげえな。ってなんで俺も襲われるんだよ。こいつらモンスターとソルジャーの区別もつかないのか。今のところはな。気に入らねえな。そのうち改良されるさ。ついでにツォン、あんたも気に入らない。エアリスを監視してたんだろ。まただんまりかよ。タークスにはタークスの仕事がある。お前がエアリスと遊びたいなら別に止めはしないさ。な、遊んでないっての。俺だってソルジャーとしてエアリスを守るために。兄ちゃん、花売りワゴンを作るんだってね。すんごいの作ってエアリスをびっくりさせようよ。いやいや、これはだな。エアリスを守るために。おい、ちょん、今のところ足りない材料は工具、木材、車輪、参考書。まずはワゴンを作る工具か。ここら辺に落ちてるんじゃないかな。この辺りには役立つものが捨てられていたりするんだよね。ボロボロのカメラだな。これじゃ使い物にならないよな。ん？名前があるぞ。 TSENG。 なんお、な、なんで兵士の目、まさかこの土の中には。ああ、さすがスラム。バノーラホワイトジュースか。これは珍しいものを見つけたな。お、まだ中身入ってるな。え、腐ってる。てか当然だろ。この辺りは俺の縄張りになってんだ。おっ、いいもの発見。これさすが兄ちゃん、いいもの拾ったね。その工具があれば花売りワゴンでも新ラメカだって作れそう。次は木材だね。肌触りがいい綺麗な木目のやつがいいよね。木材か。どこかに転がったりしてないかな。確かスラムマーケットのあの店の近くに落ちてた。おい、ちょっと待てよ。なんだっけ、スラムマーケットに木材が落ちてるとか言ってたな。んなの落ちてたっけ。
よかったね、財布戻ってきて。さ、代わりにいいこと教えてあげよっか。最近ミッドガルの周りに怖いモンスターがいっぱいいるんだって。カームから来た人がそう言ってたの。世界中を旅しているけど、ミッドガルの周りだけモンスターがすっごくいっぱいなんだって。お、この木ワゴンに使えそう。こらこら、君何をしているのかね。これが落ちてたんだけど、あんたの？落ちていたのではない、置いたのだ。何なんだね、君は。実は。花売りワゴンか。実はわしは大工でな、7番街スラムに住んでいるんだ。ここへは材料の買い出しに来ている。これも何かの縁だ。少しなら君に木材を分けてやろう。本当？それ助かる。しかしだ、わしは今7番街スラムに。君にその酒場の名を考えてもらいたい。酒場の名前？うん、店の名前が決まればビジュアルが浮かび、その3つと頭を抱えておったが、センスのいい名前が全く浮かばん。そんなの簡単。7番街の楽園セブンスヘブンってのは？セブンスヘブン、おお、うん、シンプルだがコンセプトとしては良いな。うん、ヘブンというからにはふわっといい気分にしてくれるんだろうな。おお、いいなそれ。酒と料理はもちろん、従業員も一流で、プレートの上のようなおもてなし。うん、最高。うん、そしてバーの地下には誰も知らない秘密の部屋が存在する。反神羅組織のアジト。うん、まさしくスラムが。ああ、俺神羅のソルジャーなんだけど。想像が暴走してしまった。いやはや気に入ったよ。オンに切るぞ。では約束通り。さすが兄ちゃん、木材見つけてくれたんだね。うん、だいぶ集まってきたね。次はワゴンの車輪を探そう。車輪があるところといえば、あれだよ、あれ、あの車。こら、だから待てっての。あの車って言われてもな。
私たちファンクラブはジェネシス様の実家から活動資金を提供されていたの。でも突然連絡が途絶えてしまって、資金調達がままならずも活動を続けていくことはできない。そんなのはでも金持ちファンクラブなんてどこにあるっていうの。私たちが一番の金持ちファンクラブだったんだから。なのに今となってはファンクラブの資産は大量に売れ残ったバノーラリンゴジュエリーだけよ。母ちゃんがいなくなっちゃったんだ。旅に出るって置き手紙があってさ、どこ行っちゃったんだよ母ちゃん。この間全然気づく、さすがは。でもその風貌、あんたシンラカンパニーのソルジャーかい。ああ、ソルジャーのザックス、よろしくね。シンラカンパニーの人間が偉そうに。最近はミッドガルやカーム周辺に大量のモンスターが出没しているらしいじゃないか。ミッドガルの周りで。ああ、そんなことも知らないのか、ソルジャーのくせに。一ついいことを教えてやろう。生命学の伝説にはウェポンと呼ばれる星の守護者が存在する。星の危機を感知して覚醒し、星にとって悪しきものを滅ぼすそうだ。それがモンスターと関係あるのか。星にとって悪しきもの、シンラカンパニーはそれに当てはまると思わないか。面白いこと言うね。単なるモンスターだろ、ウェポンだなんてバカバカしい。勝手にそう言っていればいいさ。お、ミッドガルのパトロールご苦労さん。どこのソルジャーか知らないが、貴様はここで何をやってるんだ。いや、何って言われても。八番街の通常パトロールは治安維持部門所属シンラ第18小隊の任務だ。この八番街の平和を乱すのであれば、たとえソルジャーであっても許さんぞ。いや、そういうわけじゃないんだけどね。ちょうどいい機会だ。いいことを教えてやろう。ミッドガルに必要なのはソルジャーではない。どういうこと。迷子になった子供を母親の元へ連れて行くのは誰だ。自販機で小銭をくすねるコソ泥を捕まえるのは誰の仕事だ。列車の中で大声で電話をしている少女を注意するのは一体誰だ。全て我々だ。つまり
ミッドガルに必要なのは我々神羅軍ということだ。そりゃご苦労さん。そうやっているのも今のうちだ。近々軍とソルジャー、真のエリートがどちらか白黒はっきりつけてやろう。どうしたんだ、こんなところで。ザックスさん、ご存知ですか。最近、ウータイ残党が反神羅組織を作ろうとしているらしいです。ウータイが？ええ、ウータイ戦争で主力として活躍した特殊部隊炎月輪が中心になっているようです。その偵察部隊が民間人を装いスパイとして侵入しています。炎月輪？確認されているスパイは合計6人。手がかりをもとに調べているのですが、まだ見つけることが。ありがとうございます。では手分けして探しましょう。一人目のスパイの情報です。八番街に潜伏していることまで絞り込んでいます。挙動不審な奴らを見つけたら確保してください。ウータイ兵の変装は完璧です。姿形に騙されないでください。ここはラブレスっていうのは。あら、ソルジャーさん、嘘、あなたも知って。あの方はテンガロンハットがよく似合うクッ。この間カームに行ったんだけど、その土地最近ミッドガルやカーム周辺でモンスターが暴れてるっていう。その時現れたのが漆黒のチョコボに乗った彼。素敵な人だった。そこいらのソルジャーよりよっぽど頼りになる方だったわ。どうだ兄ちゃん、俺の愛車は。乗りたくなっただろう。今ワゴンの材料を集めているんだ。それであんたに頼みがあるんだけど。頼みだって？なるほど。そのエアリスって女の子に花売りワゴンを作ってやるわけか。ああ、青春だね。よし来た。兄ちゃん、こいつ。そのタイヤは俺の秘蔵のブツだ。時速230キロまでは耐えられる。俺もあんたの青春にかけてみるぜ。あ、兄ちゃん、さすが、車輪を見つけてくれたんだね。よかった。最後は参考書だよ。本がなきゃワゴンの作り方なんてわからないしね。参考書は僕がすでに用意してるのさ。な、何その目。盗んだんじゃないよ。あれあれ、ないない。大変だ、落としちゃったみたい。そんな、大事なものだからお宝入れにしまっておいたのに。お宝入れ？神羅兵のメット、ずっと前に拾ったんだ。神羅兵のメット、どこかで見たよ。おい、それを落としたのってさ。って
なんでも私は民間人です。くそ。こちらザックス、ウータイのスパ。逃がすか。そこまでです。もう逃げ道はあります。さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。二人目のスパイの情報です。スパイはシンラの兵士になりすまし、シンラカンパニーに侵入していました。ずっと八番街を調べていますが、ここにはいないようです。正体がバレてる以上、今さらシンラビルに戻るとは思えませんが。これからはラブレス勉強班が公式ジェネシスファンクラブとなるのです。公式ジェネシスファンに睨まれ、勧誘活動すらままならなかった。そんな時代も過去のものとなります。あっちのファンクラブ、金がなくて困っているみたいだぞ。知りません。私たちがお金に困っていた時もあっちの連中は知らんぷりだ。今あっちと合併したらリンゴのジュエリーくれるって。たくさんあるってよ。リンゴのジュエリー？わかりました。そこまで言うなら交渉の。誤解しないでください。物に釣られたわけじゃありませんよ。あなたの情熱に心打たれたのです。ここは八番街、噴水前広場。階段を登って歩いていけば、駅からは五番街スラム行き。勉強班が合併の話を提案。この話がうまくいけば、あなたが話をつけてくれた。ありがとう。あなたをファンクラブの特別会員に推薦し。この方は私の上司、すごいでしょ。でも本当は夢見がちな危ない男よ。我々シンラカンパニーのさらなる繁栄に必要なもの、それが何かわかるかな。それはミッドガルの土地。世界一の商業都市になったとはいえ、ミッドガルはまだ多くの問題を抱えています。例えばグレート株のスラム化、魔鋼エネルギー消費量の増加などです。ミッドガル市民により良い生活を提供するため、我々は日々努力を続けている。だが武力なき都市開発部門の力では手が打てないケースも多い。ソルジャーの力を貸してくれないか。なるほどね。ミッドガルの都市開発か。俺も協力したいぜ。手伝えることがあったら言ってくれよ。
現在ポーションのキャンペーンを行って一般の方は有料になりますが、よろしければ1本いかっ。こんにちは。信頼、何かお困りのことがあればいつでも私にお問い合わせくださいませ。地方の魔航路建設予定地からミッドガル魔航路の視察団が訪問するよってですが、最近はミッドガル周辺にモンスターが出没、護衛についている仲間の兵士がちょっと心配であります。これはハーディ・デイトナですわ。兵器部門が開発した V 型 DOH エンジンを搭載、怪物的な馬力を誇りますが、出力の高さゆえ一般人が乗りこなすのは不可能です。乗り手を選ぶモンスターマシンといえますわね。おお、タフなバイクですね。これを乗りこなすために僕も下半身を鍛えているんです。さっき展示品の車のタイヤを盗もうとしていた少年がいたんです。まったく信じられませんよ。あんなタイヤを盗んで何をするんだか。不審な少年を見つけたら私までご連絡を。シドがいよいよ搭乗訓練を始めたらしいが、その訓練本当なら私が、シンラは私から宇宙の夢を奪った。この恨みは忘れやしない。ほら、あんた、子供が探していたぞ。止めないでちょうだい、アンジール様。何言ってるんだよ、子供はどうすんだよ。アンジールがここにいたら、なんて言うと思う。意味がわからないわ。私は真剣に悩んでいるの。からかわないでちょうだい。こら、あんた、止め、な、アンジー、モンスターと同じ。確かにアンジール様ならそんなこと。優しい息子だよね。自分は寂しいのにあんたのこと心配してさ。そうね、分かってはいるけど。帰ってアンジールみたいな立派な男に育ててやれよ。うん、あなたの言う通りね。やっと列車が来、列車に乗れば五番街。
あいつのお宝入れってこのメットのことか。奥に何か入っている。あー、兄ちゃん、それ僕が落とした参考書だ。ここに落としてたのか。見つかってよかった。なんでこんなものの中に大切な本を入れてるんだよ。まさか死んだ兵のメットにお宝が入ってるとは思わないでしょ。ストリートチルドレンの知恵ってやつさ。さて、材料はこれで全部揃ったね。エアリス、待ちくたびれてるかもよ。僕はこれで失礼。あれ、一緒に行かないのか。僕は空気読める子だよ。またワゴンの材料集めやろうね。ミッドガル中を探せばもっと違う材料が見つかるかも。じゃあね。さて行くか。エアリス、ずいぶん待たせちゃったな。おかえり、ザックス。材料集まったみたいだね。じゃあ花売りワゴン作ろっか。なんかとってもいい感じ。材料の組み合わせ完璧だね。なんか可愛くないね。そうか。まあいいじゃない、メインは花なんだから。納得できない。贅沢言わない。ささやかな希望言っただけ。ささやかだけどたくさんあるんだろ。当たり。聞く？何個あるの？23。紙に書けよ、忘れるから。うん。状況が変わった。あ、本社へ急げ。お仕事？残念。はい。地方の魔航路周辺にモンスターが大量発生。魔航路勤務者が全員消息不明。現場付近にいたソルジャーたちも消息を絶った。社は調査のために改めてソルジャーを派遣することにした。俺とお前が行く。了解。どうした？いやほら、例のあれ何か分かったのかと思ってきたから。消息を絶ったソルジャーたちはラザードを追っていた連中だ。しかも彼らはポッド型の奇妙な装置を付近で見つけたらしい。それってホランダーの？おそらくモデオヘイムから奪われたものだ。ってことはラザード、ホランダー、ジェネシスも会いに行かなくてはな。うん、早く行こう。ではまずソルジャーフロアへ行け。お前と同行する兵士たちの準備が整い次第出発だ。了解。俺たちが命じられたのは魔航路の調査だ。古い知り合いのことは何も言われていない。場合によっては俺は信頼を捨てるかもしれない。それまではシンラの従順なソルジャーだ。
って誰も来ないな。お、ザックス。セフィロスさんと一緒に新しい任務に行くんだってな。俺もコンドルフォートの魔航路調査に行くことになったんだ。しばらくお別れだな。そうだな、お別れか。え、俺との別れがそんなに寂しいのか。嬉しいこと言ってくれるね。でも違うだろ、気になってるのはスラムの彼女だろ。なあ、まだ時間があるんだろ。出発の前に会いに行けよ。大丈夫大丈夫、セフィロスさんには俺がうまく言っておくから。おじちゃん、いつになったら帰って。どうしたんだ。違うの、最近ミッドガルの周りにおじちゃんモンスターを退治してくるって。帰ってこな。帰ってくるもん。私がここでずっと待ってたらきっとおじちゃんをすっごくよ。私の夢はおじちゃんのお嫁さんって言ったら笑ってうんって言って。信じていれば帰ってくるさ。お仕事もう終わったの？いや、これから大事な任務でミッドガルを離れることになった。いつ戻る？わからん。そっか。電話してもいい？もちろん。仕事だってヒュンと終わらせてすぐ帰ってくる。ねえ、今からダメ？え、何を？まずはスラム。お花でいっぱい。うん、可愛くていい感じ。みんな買ってくれるかな。誰も来ないね。いやいや、きっと来るって。もう少しすればお客さんいっぱい。やっぱりワゴン可愛くないからかな。あ、お客さん。ねえねえ、そこのあんた、花買わない？今ならなんとたったの10ギル。珍しい本物の花、買わなきゃ損だよ。
エアリス、ゴギルに負けてくれたら買うって。うん、いくらでもいいよ。いや、ここで折れちゃダメだ。七ギルで交渉してくる。強気で行こう。でも、お客さん、行っちゃうよ。エアリス、ごめん。どうして謝るの？私、すごく楽しい。あ、ほらザックス、またお客さん。彼女のことは心配するな。監視任務には危険要員からの保護も含まれている。あんたしか頼めるやつがいなくてさ。おい、なんで笑うんだよ。頼んだからな。お、帰ってきたんだな。運が良かったな。セフィロスさんはまだだ。どうする？このままここで待つのか？いろいろありがとな。さっさと任務を終わらせて帰ってくる。そん時またな。ああ、またな。どうした？同行予定のメンバーがまだ揃わなくて。急いでるんだから早く。はい。ってクラウド、また一緒か。よろしくね。よろしく。待っててくれ。すぐ呼んでくる。そういや、俺たちどこへ行くんだ？ニブルヘイムだ。